はい、こんにちは、116ウィンズです。トレードデッドラインもいよいよ3日後、徐々に動きも活発となってきているところですが、今日はなんといってもメッツの先発投手マックス・シャーザーがレンジャーズ移籍となったトレードが大きな注目を集めましたね。シャーザーは2年前の夏にもトレードデッドライン直前でドジャースへ移籍となりましたが、この夏もコンテンダーのチーム移籍と、メッツが売り手に回った際のトレード候補としてシャーザーの名前は一応挙げましたが、ただシャーザーは今季オフにオプトアウトでき、来季も残るか不透明な状況であること、仮に残ったとしても年俸が4300万ドル以上と極めて高額であること、さらにはトレード拒否条項もあることも含め状況が複雑でしたので、契約が今季限りのロバートソンなどと比べたらトレード実現の可能性は低いかなと思っていましたが、メッツが完全に売り手に回ったことで状況が変化。ロバートソンのトレードが決まった時にシャーザーはチームが進んでいる方向に満足していなかったとされますので、それで放出の可能性が一気に上がった感じでしょうか。今回はこちらのシャーザーのトレードを中心に、ここ数日でまとまったトレードも簡単におさらいしていきましょう。はい、今回レンジャーズとメッツ間で成立したトレードの全容です。レンジャーズはメッツからマックス・シャーザー、さらには3500万ドル以上の金銭を獲得し、見返りとしてメッツはレンジャーズ傘下のトッププロスペクトにして、ブレイブスのロナルド・アクーニャ・ジュニアの弟でもある内野手、ルイス・アンヘル・アクーニャを獲得しています。レンジャーズはなんといっても先発ローテにプレイオフでの経験も豊富なエースが加入。本来はその役割はデグロームが担うはずでしたが、怪我で今季絶望となっていますので、彼に代わるエースとしての投球に期待がかかります。またシャーザーはレンジャーズへのトレードと同時に来季のプレイヤーオプションを行使したとされますので、レンジャーズは来季もシャーザーを保有できることとなりました。一方でメッツはシャーザーの来季までの年俸のうち3500万ドルとかなりの額を負担したことでトッププロスペクトのアクーニャ獲得に成功。今季ここまで残念なシーズンとなっていますが、売れる選手を売ることで着実にマイナー強化を進めました。シャーザーの獲得に成功したレンジャーズは今年の夏の課題として投手陣の強化があり、すでにブルペンにはチャップマンを加えていますが、先発陣も補強したい状況にありました。6月1日以降、レンジャーズ先発陣の防御率は 4.56 で、ファングラス算出のウィンザブリプレイスメントは同期間の MLB で28位。さらに本来だったらエースとして投げるはずだったジェイコブ・デグロームはトミジョン手術で今季全休も確定し、プレイオフに向けてはエース格のピッチャーが必要でした。加えてデグロームの復帰もおそらく来季後半戦、先発陣では他にマーティン・ペレスの契約が今季限りであることも考えると、先発補強をする場合は単なるレンタルではなく、できれば来季も保有できる選手が理想的だった中、シャーザーのオプション行使が確定したことで今季のチームにエース格をプラスしつつ、来季の先発陣の課題にも対処した格好でしょうか。デグロームが順調に来季復帰できれば、シャーザーとデグローム強力なダブルエースを要することとなりそうですね。シャーザーは今季ここまで19試合に先発し、防御率 4.01、 例年よりも打球傾向が悪化傾向にあり、特にホームランをかなりハイペースで打たれていますし、現在39歳で近年は怪我がちであるものの、昨年は防御率 2.29 と実力的にはまだまだ1000球。加えてポストシーズン通算27試合133回3分の1も投げ、ナショナルズ時代の2019年には世界一にも大きく貢献した経験のあるシャーザーの加入は、イバルディを除いてポストシーズンでの登板経験がほとんどないレンジャーズ先発陣にとっても貴重な価値をもたらしてくれるのではないでしょうかね。今のシャーザーを獲得する上での懸念が他にあるとしたら、あとは年俸の高さがありますが、メッツが残り年俸のかなりの額を負担したことで、レンジャーズは1年半のシャーザーを2250万ドルで保有でき、いくら前世紀と比べたら成績が下降気味とはいえ、この額でシャーザークラスを1年半保有できるんだったら悪くはないのかなと。アクーニャという対価は決して安くはないものの、地区優勝できるチャンスがあるチームとしては妥当な動きとも言えるかと思いました。一方でメッツはここまで模範的な売り手という印象です。MLB 史上最高のペイロールでこのありさまというのは、開幕前にフロントが思い描いていた結果ではないでしょうが、きっちり現状を受け止めて売り手としてやるべきことをやってるなと。シャーザーの現状のパフォーマンスや契約の複雑さを考えたら、普通は球界トップ100レベルの見返りは得られないでしょうが、3500万ドルという高円オーナーがバックにいなければできないような金銭負担を担ったことで、レンジャーズ傘下2位でポテンシャルの高い21歳のアクーニャを連れてくることができました。まあ3500万ドルも負担して、しかもオプション行使も確定したんだから、アクーニャにプラスしてもう一人くらい取れたのではと思う部分もなくはないんですが、見返りと金銭負担のバランスを取った結果がこれだったんですかね。今季オフは先発投手の FA 市場が豊作で、シャーザーを放出したことで浮かせた2250万ドルをそちらに回す可能性もありそうですので、トッププロスペクトを獲得しながら次のエース格獲得への布石ともなれば、この夏のシャーザー放出も未来のメッツにとって大きな意味を持ってくるでしょうか。シャーザーのトレードについてはおおむねこんな感じの印象を受けましたが、ここからはここ数日でまとまったトレードもいくつか見ていきましょう。まずは2日前にまとまったブルワーズとパイレーツのトレードから。ブルワーズはパイレーツからファーストのカルロス・サンタナを獲得し、パイレーツは18歳のショートジョニー・セベリーノを獲得しています。ブルワーズはファーストのラウディ・テレズが現在離脱中で、かつテレズ自身も攻撃面で今季成績を落としていたことから、リーグ平均程度には打ちつつ、ファーストの DRS がプラス6のサンタナ獲得で攻守にファーストのアップグレードに成功。
大きな見返りを伴わずに着実に穴を埋めた印象です。一方でパイレーツは今季序盤快進撃を見せ、一時は地区首位にも立ちましたが失速したことで売り手、サンタナを含め1年契約の選手を中心にトレードデッドラインまでまだまだ放出すると見られています。セベリーノはルーキーリーグの選手ということで宝くじ感が強いですが、国際 FA としてブルワーズと契約した際には同世代の中でも比較的評価も高かったとされますので、そのポテンシャルがパイレーツで光るかどうかでしょうか。続いてはマーリンズとメッツ間で成立したトレード。マーリンズがメッツのクローザーデイビッド・ロバートソンを獲得し、メッツは10代のプロスペクトを2人獲得しています。開幕前にマーリンズがメッツから主力を買うトレードをするとは思いもしませんでしたが、マーリンズは先日ツインズからホルヘ・ロペスを獲得したのに続いてのブルペン補強。クローザーに課題がある中で、今季ここまで好成績を収めているベテランクローザーロバートソンを獲得することができました。 AJ パクが未だ不安定ですので、ゲーム終盤のオプションを増やせたのは良かったのかなと。一方メッツが獲得した2人はいずれも10代ということでリスクは高いんですが、そのうちの1人である内野手のマルコ・バルガスはここのところ評価を上げていまして、年齢の割に打者として成熟していることから、近い将来球界トップ100のプロスペクトに食い込んできてもおかしくはないみたいですね。残り60試合程度保有できるクローザーだと獲得できる見返りも限られていきますので、メッツはポテンシャルの高さを優先した感じでしょうか。続いては昨日まとまったドジャースとホワイトソックスのトレード。ドジャースがランス・リンとジョー・ケリーを獲得し、ホワイトソックスはトレイス・トンプソン、ニック・ナストリーニ、ジョーダン・リージャーの3人を獲得しています。ドジャースは今季投手陣に故障者がかなり出てしまっていますが、その中で獲得したリンとケリー、どちらも今季の成績がものすごく優れているとは言い難いものの、2人とも実績のある選手でバウンスバックにもかけた感じでしょうか。2人とも来季のオプションがありますので、移籍後成績を大きく戻すようであれば、それを行使して来季も保有することができる選択肢もあるのはいいのかなと。一方でホワイトソックスは先日のジオリとのトレードに続き、契約が今季限りの選手を全て売り払う勢いでトレードを敢行中。今のままでホワイトソックスがリンとケリーのオプションを行使するはずもなく、しかも成績も悪いことからトレードバリューも限られる中、その2人でドジャース参加トップ10に入る先発有望株ナストリーニを含むパッケージを手にできただけ悪くはないのかなと思いました。そして最後はアストロズとホワイトソックスのトレード。アストロズがケンドール・グレイブマンを獲得し、見返りとしてホワイトソックスはキャッチャーの有望株コーリー・リーを獲得しています。グレイブマンは2年ぶりにアストロズ復帰ということになりましたが、ここのところブルペンの調子が落ち気味であり、また3年契約を結んだモンテロも全く戦力になっていないですからね。グレイブマンもなかなか2021年前半戦ほどの活躍は再現できてはいないものの、防御率3点台前半くらいでは投げてくれるはずですので、ソリッドなブルペンピースにはなってくれるのかなと。まあ気になるとしたら、アストロズが昨年オフのモンテロに続いて来季までそれなりのお金がかかるグレイブマンを獲得するなど、ブルペンにやけにお金を投じようとしている姿勢でしょうか。一方でホワイトソックスはここまであまりお得感はないグレイブマンの契約を手放しつつ、先日エンゼルスのクエロを獲得したのに続き、これまたキャッチャーの有望株であるリーを獲得し、キャッチャー陣のデプスを強化。リーが MLB で控え保守を上回る存在になれるかはちょっと微妙なところであるんですけれども、グランダルも今季で FA になりますし、クエロとリーは共に来季以降正捕手になるチャンスはもらえそうですかね。ということで、ここ数日のトレードについてもざっと振り返ってきました。着実に市場が動きつつあるなという印象ですが、デッドラインまであと3日、ここからもどんな動きがあるのでしょうか。ということで今回の動画は以上としたいと思います。今後もですね、メルビンに関する動画を上げていきますので、興味のある方はぜひチャンネル登録していただけると幸いです。それではご視聴ありがとうございました。